文帝は南朝宗の第三代皇帝。皇帝を廃されて殺された小帝の弟にあたる。即位以前は義党の地位にあった。424年、兄の劉義しが不行席を理由に廃されて殺されると、代わって即位することとなった。即位後は、兄を廃して殺した罪で、女性これらの重臣を次々と粛清した。その一方で貴族を徴用し、 学問を奨励して国古学を復興する。このような経緯から文帝の知性において学問、仏教などの文化が盛んになり、汎用が五感所を完成させたりと南朝僧は全盛期を迎えることになった。このため文帝の知性は原価の地と呼ばれている。対外政策においては名称の断道なりを用いて北義としばしば争ったが、 四百三十一年に和睦を結ぶことで一時的な平和を迎えることとなった。しかし、北義が河北を平定して国内を固め、文帝が断道なりを残言により中殺してしまうと四百五十年に和睦は破棄されて南朝宗は北義の侵攻を受けることとなる。一時的に撃退したものの北義軍の勢いは凄まじく、ついには 長江北岸の売り不散にまで進行されてしまう。このため、南朝層は大いに乱れることとなった。453年、文帝は長男である皇太子の劉将が不幸を行ったため、廃着を考えたが実行するのに躊躇した。上深しのと相談していたが、その内容が漏れて決起した劉将によって殺害された。百十三年から七十八年まではの、ゴーラは、 東進と南朝層に調講し、朝鮮半島での和国の軍事行動権や経済的利益の国際的承認を求めた。ありがとうございます。